おはようございます、はるくん。おはようございます。うん、元気？うん朝になりました。はい、時刻が、あ、でももうすぐ7時。早い。中もテーブルだけです。ボアさん、おはよう。朝焚き火をしていこうと思います、うん、やった。朝焚き火最近さ、うん、ハマっちゃったんだよね。うん、寝癖治った？治ってるよ。治ってる。玉ねぎなってない、うん、なってない。バランゲルドーム頭バランゲルドームバランゲルちょっと可愛く見えるようにしよう。ちょっと朝仕様にしていい？朝焚き。見て、はい、ビカーサコーヒーだよ。あ、これビカーサコーヒー？うん、やったぜ。うまそうね。うん、そして今日これチャレンジしてみようと思います。ダイソーのコーヒーミルすごいよね、これ。何もいらないっぽいんだよね。これコップもついてて、ミルもついてて、あの紙もいらないっぽいんだけどコップしかもさ、上下に2個あるんだよ。本当かな。コップが、でん、コップ、そして、うわあ、どうした？何かが起きている。はい、もう1個コップと、多分こうなってるからいらないと思うんですよね。このまんま豆を引く。これダイソーでね、1000円。どうやって引くの？この状態で引くんか。じゃあ紙いらんのだね。うん。あ、でもこれでいいの？これでやって、もう一回次の人。わかった。わかった。コップに落とさなくていいんだ。これでいいんだ。で、一人やる。うん、もう一人同じようにやるみたいな。うん、おお、すごい。ちゃんと引けんのか。でも1000円するからね。うん、とりあえず焚き火を起こします。えい。これあったかいのがいい？うん。茶碗蒸し温める？あ、なんか鍋で温める？いいね、朝焚き。めっちゃいいよ。だいぶ味が出てきたよね。うん。素晴らしい。これがミルで、これがこすやつで、これコップで、とりあえずこの状態でやると。お、めちゃめちゃいい匂いする。いい匂い。二人分ぐらいいけるのかな、これで。お。お、全然いけるぞ。結構さ、このハンドルも長いからさ、楽だよ。飛んでく。
来ました。お、どうなのかな。行きます。よいしょ。ででん。どんな？ひちゃ。おー、すごい。ちゃんとできてる。できてるね。うん。ここにこうして入れる。うん、あ、吹き出してきちゃった。沸いたね、沸いたね。入れようと思います。はい。よっ。すす。熱っ！熱っ！熱っ！うわー。どうなんかな。落ちてるかな。あ、落ちてはいるぞ。出が悪いね。でもいい感じ。よし。飲んでみてください。はい。よいしょ。コップ可愛くない。百均。いただきます。うん、いい匂い。よっ、うまい。うまい、うまい。ちょっとちょうだい。インドネシアとエチオピアの豆って書いてあった。よいしょ。うん、あ、うまい。うまいね。あったまる。あ、なるほど。なるほど。いいよ。もういいのそれ。茶碗蒸し、うん、あとカップ麺入れて食べていきます。全然ミル使えるね。使える。全然いけたよ。1000円。うん、こうなんだけど、まあまた洗って全然いいじゃん。いただきます。ごちそうさまでした。ごっつぁんです。ごっつぁんでした。ごっつぁんです。待って待って、片付けましょうかね。まだ遊びたい。あ、何して遊ぶんだよ。だってハンモックとか。あ、ハンモック。どうぞ、じゃあハンモック乗ってみ。また揺らすじゃん。え、また揺らすじゃん。揺らさないから乗ってみ。片付ける。いや、揺らさないから。やだ。乗ってみって。やだ。はぁ、快適です。キャンプだはーい、キャンプだはーい、キャンプだ。揺れてて、これは、大ごと。ガタガタ言ってた。大ごと揺れてて。ガタガタ言ってた。もう怖い。止めて。え、止めろ。痛い痛い。分かった分かった分かった。止める止める。オッケーオッケー。止まった止まった。あー、なんで。
やり方じゃないお疲れ。お疲れ。終わりましたよ。早い。30分で終わりました。30分。すごいね。うん。なんかコディアック早い。やっぱ。早い。なんだろうね。楽なんだろうね。あれね。重いけど。うん。行動することが少ないのかな。うん。確かに。無駄がない。うん。ガイロープもないしね。ほぼね。ないし。でもしっかりしてるしで。やっぱいいね。うん。森とコディアックはやっぱ可愛い。デメリットは重いってだけ。そう。ほんと大変、おなら出そうなるもん、え重くて重くて気合い入れて持つと持ったら、うん、あなるほど、私の後ろに立たないよね。わかりました。飛んでっちゃうからね、おならで。はい、ということで、はい、今回もですね、椿荘オートキャンプ場、うん、無事に終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。椿荘さん、綺麗になりました。ここも、うん、はい、こんな感じで、じゃあこの後ね、うん、あの施設紹介回っていこうと思いますので、はい、はい、あのぜひまたね違う動画で流しますので、ぜひチャンネル登録していただいて他の動画も見てほしいなと思います。こりゃチャンネル登録しないと見えないやつやん。痛い。よしよし。はい、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。すごいよ。いい天気。めちゃめちゃいい天気。